の一番星になる虹の夢アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、私は虹の夢、アイドル学校四つ星学園に通う中学2年生。トップアイドル S4 として毎日全力でアイカツ頑張ってます。世界中を旅して実力のあるアイドルを集めている豪華客船型アイドルスクール、ヴィーナスアークが突然私たちの前に現れたんだ。なんと私はオーナー兼トップアイドルのエルザ・ホルデにスカウトされちゃって。ヴィーナスアークへいらっしゃい。あなたの望むものをあげるわ。夢は行かないって言ったでしょ。それに姫先輩が学園を休学して旅に出ることになってしまって。エルザちゃんを見て分かったの。私にはまだ足りないものがあるって。それを手に入れるために行くの。 S4 には慣れたけどまだまだ不安がいっぱい。でも立ち止まってる場合じゃない。エルザ・フォルテ、またの名をパーフェクト・エルザ。彼女は言う、ドレスを制する者はアイカツを制す。確かにあのスタープレミアムレアコーデは選ばれし者のみが手にすることが許される。あの翼のついたコーデ、あれこそがパーフェクトの証。光り輝く星の翼、私もぜひまといたいです。今こそプレミアムレアドレスの封印を解く時が訪れたのです。そう、今こそ。話題で持ちきりだね。あのステージとスタープレミアムレアコーデすごかったからね。うん、確かに素敵だった。お姉ちゃんもエルザさんのファッションセンスは抜群だって言ってた。夜空先輩にも認められてるなんてすごい。彼女のブランドパーフェクトクイーンもラグジュアリー&ゴージャスというコンセプトがはっきりしていてすごく人気があるみたい。うん、あのドレス確かにブランドのイメージが強く打ち出されてたよね。私も頑張らなくっちゃ。違う違う、こんなの私が求めてるものじゃない。どうしたの。今はね、夢のブランドベリーパルフェのブランドイメージを強烈にしたいんだって。ねえ夢、ローラ、今
が書いてるの何？いちごショート。ふんふん。じゃあその横は何かな？チョコパフェ。もしかしてベリーはストロベリーでパルフェはパフェってこと？さすがローラ、バッチリ分かってくれたね。それ意味違ってる。お、スイーツから一旦離れようか。あのスタープレミアムレアコーデが頭から離れないよ。確かにあれはね。さすがパーフェクトエルザ。あの星の翼素敵だったよね。今まで見たことなかった。あのステージを見て改めてドレスのセンスってすごく大事って思っちゃった。欲しいなあ、私コーデもセンスも。やっほー、そろそろテレビ局に行く時間ですわよ。どうぞ。はい、今日も笑顔で頑張ってこい。うん、行ってきます。ブランドも持ってないような子に興味はないわ。言われちゃったな。確かに今まであまり考えてなかった。ブランドもミューズもプレミアムレアドレスのことも。でもあのコーデを手にするにはどれも必要なこと。そうだ、私もブランドを持とう。それを目標にしよう。よろしくお願いします。よう、デカリボン、聞いたよ、 S4 になったんだってな。照れるな。だからもうデカリボンなんて呼んじゃダメなんだぞ。じゃあなんて呼ぼうかな。よし、 S デカリボンなんてどう？あんまし変わらないじゃないですか。ふふふふふふ。うわー、誰？紹介するよ、うちの局のイメージキャラクターふふふくんだよ。ふふふ。イメージキャラクター？いろいろな場面に登場してもらってうちの局を強くアピールしてもらうことになってるんだ。へえ。で早速だけど。はい、笑って。フォルムね。確かにアピール度満点かもね。思わず背負い投げしたくなっちゃうぞ。ユズ先輩、それはダメですわ。強くアピールか。あのオーナー、少しお時間よろしいですか？ええ、もちろん。ベリーパルフェのブランドイメージをもっと強くアピールできないかと、いろいろと考えてみたんですけど。あの、どうですか？わかったわ。どれがいいですか？あなたが瞑想してるってことがね。ねえ、ユメ、魅力あるドレスとはと聞かれれば、私は即座に答えるわ。まずは自分を喜ばせるものであると。自分を喜ばせる。私が私を喜ばせるとしたら、とりあえず自分の好きなものを集めてみよっと。奇遇ですね。というわけで好きなものを集めてみようかと。なるほど、ドレスに対するその思いはやがてあなたの内なる眠れる獅子を目覚めさせることになると思います。眠れる獅子？私が尊敬してやまないデザイナーが言っています。天分は持って生まれるもの、才能は引き出すものよと。それって私の中にまだまだ才能が眠っているってことですか？ええ。リリー先輩に褒められる。
の子の数だけ美しさがあるとしたら、その美しさを無限大にするのがドレス。さまざまな表情で私たちを彩ってくれます。はい。ドレスはいつも流行に左右されます。だから一時放ったまばゆいまでの光もいつかは色あせてしまう。私のブランドでは時を経てもなお輝き続けるドレスを作りたいと思っていました。はい。先日それを目の当たりにしたのです。エルザフォルテのスタープレミアムレアコーデ、あの星の翼は永遠に輝き続けるものです。そこで私は封印を解く決意をしたのです。封印？はい。以前お話ししたと思うのですが、あの時エスポーになるまではとプレミアムレアドレス作りを封印しました。エスポーになる夢はまるで恋に破れた人魚姫のように海に消える泡となってしまいましたが、新たな夢、いえ目標ができました。スタープレミアムレアコーデをこの手で掴むこと、そのために封印を解くことにしたのです。オープンセサミン。素敵！リリー先輩、ぜひそのお手伝いをさせてください。ですが、あなた自身も極めなければならないことがあるのでは？もちろんです。きっと私にとってもいい勉強になると思います。そうですね。リリエンヌ発見！探したぞ、リリエンヌ。ユズ先輩。ユズ。特訓の時間だぞ。特訓？そう。リリエンヌは毎日プレミアムレアドレス作りのための特訓をしてるんだぞ。素晴らしいドレスは健全な精神からという考えに至り鍛えることにしたのです。リリエンヌすっごく頑張ってるんだぞ。ドレス作りのための特訓？ピーチ！リリエンヌ、ファイト！ファイト！いいぞ！じゃあ、ニーニー！ファイトだぞ！リリエンヌ！ですよね。もちろんだぞ。健全なる精神は健全なる肉体に宿る。なのでまずは体力作りをしています。なるほど。では今の腕立ての記録の方は？2回です。1週間前には1回もできなかったんだぞ。それは大進歩ですね。というわけで今日はここまで。もう終わり？いい汗をかきました。なるほど、興味深いですわ。こんなにいっぱい種類があるんですね。ええ、このさまざまなレースがドレスにいろいろな表情を与えてくれるのです。同じ青い色なのに。リリエンヌのこだわりなんだぞ。へえ。ちょっと見ていただけますか？もうできてたんだ。素敵。いいえ、まだ完成には至っていません。青いバラのモチーフは私のお気に入りです。今までも使ってきました。ですから今回は新しいアクセントを加えたくて。こんなに素敵なのにまだ完成形じゃないなんて。いろいろ資料を紐解いたり素材探しをしてみても
それが何かを未だ見出せないのです。ひらめいたぞ。そんな時は甘い飲み物だぞ。すみません。さあどうぞ。ユース、ありがたいのですが今はそんな気持ちに。はい、ありがとうございます。ユース、書を捨てよ、町へ出よ、ある劇作家の言葉です。その通りでした。ありがとう。早速デザインを。はい。慌てない慌てない、シェイクを飲んでからでも遅くないぞ。そうですね。そっか、それでリリー先輩のプレミアムレアドレスが完成したのね。しかもこんなに早くお披露目ができるなんて。うん、それはね、ようやく完成することができました。あとはどういう形で披露するかを考えなければいけません。そのことなんだけど。もしもし、ピロシェンコさんですか？はい、ありがとうございます。ゴシックビクトリアの新作お披露目ステージを開く手はずが整っていると言われました。へえ、よかったね、ビリアンヌ。ユズ、ユズ先輩やる。さすがね。うん、そろそろね。可憐な白と青のバラをモチーフにしつつ、荘厳さは決して忘れないゴシックコーデ。アクセントはトゲとバラで飾った鳥かご型のワイヤーパニエ。白金リリー、このひとときに魂を込めて。
翼が。すごい、リリー先輩、アイカツシステムに認められたんだ。ツンドラの歌姫に翼が。リリーちゃん、すっごく素敵。冥王星の翼を手にしたのはリリー白金、あなただったのね。スタープレミアムレアコーデがこの手に。夢のようです。やったぞ、リリエンヌ。ユズ、あなたのおかげです。そんなの当然だぞ。それにドレス作り楽しかった。リリー先輩、ステージもドレスも、それに星の翼も素敵でした。翼が広がって今にも飛んでいきそうな感じに見えました。スタープレミアムレアコーデ、私も欲しいと思いました。ありがとう。私、リリー先輩のドレス作りのお手伝いをして一つ分かったことがあるんです。あれこれ悩むこと自体、それ自体を楽しまなくちゃって、それがファッションの面白さなんだって思いました。そうですね、本当に。はい。モンゴヤーズ、それと海とが重なる、そのブルー切り開いて風切って、トランクいっぱいに夢詰め込んだなら、道なき道へ。ふわふわなアイドル。